はい、こんにちは。今回ですね、僕あるディーラーさんとね、お話しする機会がありまして、そのお話がねとても面白かったので、ディーラーさんのお話をしたいと思います。で、まあ漠然と話すのもなんですから、あれですけども、まあ、とりあえずディーラーさんのね、車のね、営業の車の契約の仕方っていうかコツを教えてもらいました。それをちょっとメインに言おうと思います。で、そのディーラーさんね、まあ有名なところで働いていたんですけども、正規のこれ名前言っちゃうとちょっとまずいかなと思うんで言えないんですけど、まあ有名な車の正規ディーラーで働いていたんですね。で、すごいですよ。給料ね、頑張ればね100万円月にもらえるそうですね。すごいですね。うん、もうすごいすごい。で、大体月に10件ぐらい契約取るらしいんですよ。ってことはですよ、1ヶ月30日間だと考えると、3日に 1件はね契約取ってるって話なんですよね。で、その人じゃあなんで辞めたかっていうと、別に営業が辛かったんじゃなくて、まあ中古車販売店の方がいろんな車乗れるっていうことで、ね、そっちを取ったらしいです。で、おいおい、ちょっと逃げてるだけで言い訳なんじゃないのって思う人もいるかもしれないですけど、実際ね、その人やっぱねできる人だなと思うんで、やっぱ嘘じゃないかなと思います。で、まあ、その人の話聞くとですね、最初半年間は契約社員やるそうなんですよ。で、それでノルマを達成してやっと正社員になるらしいんですけども、正社員になったとしてもノルマ達成しないと工場に送られて、要するに、まあ、辞めさせられるみたいな感じになるらしいんですよね。うん、だからなかなかその販売ディーラーっていうのはとてもすごい過酷な仕事だなと思います。僕も一回ね目指したんですけどね、僕はまだ大学生の時に一回トヨタのところ試験受けたんですけども、まあ落ちました。はい、でも今から考えて良かったかなと思いますね。なぜなら僕今ホワイト企業で働いてるんで、多分全然ホワイト企業の方が僕全然好きなんで、はい、良かったと思います。でですね、話戻りますけども、で実際にその人も月にもう頑張れば100万円以上なんか給料もらってたらしいんですけども、でも何でしょうね、波に乗るとお客さんがお客さんを連れてくるって感じになるんですけども、じゃあ一番最初どうしてたんだって話になるじゃないですか。で、僕聞いたんですよ、どうやって取るんですかと。そのお客さんが お客さん連れてくるって言ったんですけど、そのじゃあ最初のお客さんどう掴むんですかって言ったら、やっぱもう基本的に足だと。でもがむしゃらに足を運んでお客さんのところにポスティングしてやるんじゃなくて、ちゃんと駐車場に行って車の車検の時期見て、で、あ、車検近いなと思ったところの家のポストに投函するらしいんですよ。で、それをもうずっともう普通にやりまくってたらしいんですよね。そしたらやっぱね電話鳴るらしいんですよね。で、そこで営業かけると取るらしいんですよ。すんごいの。うん、でね、僕ねまたちょっと面白いなと思ったのは、例えば件数取るじゃないですか。で、そうしたらなんかよくないですか、今生産が遅れててちょっと納期遅れそうなんですよっていう、車買った時に予定日よりも遅くなったとかいう話聞きませんか。あれの話って、まあ、本当かもしれないですけど、その人曰く嘘らしいんですよ。マジでって思って。で、なんでそんな嘘つくかっていうと、要するに月にノルマがあるんで、例えば変な話、今月毎月10件住むところで12件取ったとするじゃないですか。でも来月全然取れなかったらまずいじゃないですか。だからその2件を次の来月分まで取っとくらしいんですよ。そうすることによってうまくノルマを調整してたらしいんですよね。つまり営業マンの営業マンのですね都合で変えられてるそうです。はい、で今笑ってるのはですね、今公園で公園で今喋ってるんで
住民の人が窓から俺のこと見てたんで笑ってしまいました。すいません。はい、ということでですね、まあちょっとここら辺でお笑いにしたいと思います。まだまだいっぱいの話聞いて面白いんですけども、まあ、とりあえずね面白かったんで、まだ質問ある人言ってください。で、僕もねアルバイトで営業をやったことある、飛び込み営業をやったことあるんですけど、まあ偉かったですよね。うん。で、新規に取る方法とかね、いろいろノウハウとかも僕聞いたし、僕も僕でいろいろ経験しましたんで、質問ある方、もしくは教えてくれる方、そっちの方がいいよね。教えてくれる方、新規で飛び込みで取る方法とかね、ノウハウを持っている人、ぜひ教えてください。知りたい人も質問してください。答えれる範囲で答えます。ということで、見てくれてありがとうございます。いろいろちょっとネタありますけど、ちょっとここら辺で終わります。またその2でお会いしましょう。ではまた。見てくれてありがとうございました。